西村朝日法律事務所は日本の法律事務所。組合としての西村朝日法律事務所と弁護士法人としての弁護士法人西村朝日法律事務所の共同事業。実務課の弁護士の他にも法学者や元高級官僚、税理士や弁理士なども用している。所属弁護士数最多の502人1月現在の総合法律事務所。 4大法律事務所の一つであった、西村総合法律事務所が2004年1月をもって、時和総合法律事務所と統合して、西村時和法律事務所となり、さらに、西村時和法律事務所が2007年7月1日をもって、朝日法律事務所国際部門と統合して、西村朝日法律事務所となった。西村総合法律事務所と、 朝日法律事務所はいずれも、いわゆる障害事務所として知られ、国際、国内の企業法務や、金融法務、総称を得意としていた。一方、時は総合法律事務所は、倒産、事業再生において著名であった。研究活動も盛んであり、多数の書籍やセミナーによる活動を行うほか、2007年には、事務所内に研究機関として、 西村高等ホーム研究所を設立させた。近年は業務範囲を国際的に拡大しており、2010年以降、アジア各地に拠点を次々と設けている。2012年1月シンガポール事務所をラッフルズプレイス駅付近に開業し、常駐の弁護士を置いている。他方で日本国内においても地方に拠点を開設し、進出を図っている。 国際的な法律事務所のネットワークである、レックスムンディ及びパシフィック、リムアドバイザリーカウンシルのメンバーでもある。企業法務、金融法務、倒産、事業再生、総称、独占禁止法、知的財産など、ビジネス関係の国際内し国内法務を幅広く扱う。数多くの大規模な M&A 案件や著名な税務訴訟に携わっていることで知られる。 特徴的な業務分野としては、危機管理や WTO 関係がある。ありがとうございます。